中日ドラゴンズの片岡二軍監督がある若手選手の覚醒というところを高く評価しています。そして打撃内容が良くなった選手、評価が落ちた選手についても語っておりまして、こちら見ていきます。片岡二軍監督が覚醒という言葉を使ったのがブライト健太選手です。キャンプは悔しい2軍スタートだったんですけれども、開幕1軍をなんとか最後の最後で勝ち取ったという選手ですね。片岡2軍監督は前々から今年はやってやろうという姿勢が違うということで、練習への取り組み方とか声出しているところとか、そのあたりをすごく評価していました。片岡2軍監督はファームでの2試合で4ホームラン打った、そこから覚醒したという感じというふうに話しています。右中間にも長打が出るようになった点が大きいというふうに語っておりまして、ブライト健太選手はここから1軍でどれだけ対応できるか、ここが重要なポイントになってきます。鵜飼選手、福本選手と、この3人で争っている中、ブライト健太選手だけ2軍キャンプスタートだったんですけれども、大逆転して逆にブライト健太選手だけ開幕1軍ということになりました。対照的に2人の外野手の評価が下降したと、こちらも見ていきます。開幕1軍を勝ち取った若手の外野手は細川選手とブライト健太選手です。2月の時点ではもともと鵜飼選手がこの枠に入ってくる予定だったはずです。片岡2軍監督は確実性、守備、ストレートを捉える力、いろんな部分で鵜飼選手の課題っていうのをこれまでもかなり厳しい口調で伝えていました。このあたりを課題として、このままじゃチャンスはなくなるというぐらいのコメントもしておりまして、2022年と比べると、かなり立ち位置は悪くなったかなという感じですよね。あと三好選手に関しましても、一時期は片岡二軍監督もう WBC 級というぐらいの評価もしていたんですけれども、そこから結果がなかなか出ない状態が続きまして、一軍に再昇格することなく、片岡二軍監督からの称賛のコメントっていうのもかなり少なくなったという感じで、この2人の鵜飼選手と三好選手は結構ここから頑張っていかないとという感じだと思います。続いてもう一人打撃が変わったという選手がいまして、こちらも見ていきます。片岡二軍監督が打撃が変わった選手として名前を挙げたのは郡司選手です。2軍での出場っていうのがずっと続いていて、2軍キャンプスタートということで結構立場的には厳しい状態だったんですけれども、終盤に1軍に上がってきて活躍して開幕1軍ということになりました。オープン戦ではヒットであったりツーベース、フォアボールなんかもありまして、打撃面で結構アピールしていたなという印象です。第3の捕手、そして右の代打としての1軍というふうに片岡2軍監督は語っていました。これまでは長打力はあるけれども、1軍での確実性っていう部分が課題だったというふうに語っていました。一方で現在は1軍でもしっかりと軽打ができて、オープン戦の数少ないチャンスを生かすことができたということで、今までよりも確実性を上げることができたと、このあたりが郡司選手の成長ということでございます。以上です。